こたつをね片付けてすごく部屋がねすっきりしました。最近さ暑くなってきましたよね。エアコンつけました？私まだつけてないんだけど、しばらくエアコンつける前に扇風機で過ごしたいと思ってんだけど、で今まで使ってたね扇風機壊れちゃって、で新しいのをね調達しました。でねこれのねいいところいっぱいあって、とりあえず開けますね。このアロマ太陽っていうのが私的にすごくビビビッときたビビビッときたんで、あこれはいいと思って早速開けましょう。もしかしてこれ組み立て式で、以前のさ扇風機も組み立て式だったと思うんだけど、どうかな、チャチャチャっとやれるかな。なんかね扇風機といえばキャンプ用のこんなコンパクトなやつは 2,3 個持ってるかな。うん、車に積んであったりとかで、やっぱり大きい扇風機がいいなと思って、よいしょ。中はこんな感じです。部屋がね暗いんでちょっと電気つけようかな。はい、箱から出しました。意外と大きかったね。でね、色がね白とクリーム色っぽい色があって、私はこちらのねクリーム色の方にしました。でリモコンもついてるし、やよかったね。だってもっとさ難しいさ組み立てなか噛んでばっかりだね。もっと難しい組み立てかなと思ったけど、これだったら簡単に私でもできそうです。ではじゃあちょっと組み立ててみようかな。これが電源と、そうだねこれが下の台だね。うん、よし頑張るぞ、うん、見てこれ結構大きいの分かる？これこれをこれでいいのか、こんな感じ、よいしょ、ギュッギュッと、でほいしょ、クリクリ回すだけ。まあ本当組み立ては簡単だね。なんかねこれ幕開けっていうところで販売されてるんだけど、すごくねなんていうのかな、人気っていうか好評だったらしいですね。その私さっきアロマが入れられるって言ってたんだけど、それよりもねこれ音声操作ができるっていうのもすごいなと思って、びっくり仰天。一番上から映すとこんな感じで、これねテープ剥がしてここになんか出るんだろうね、パネルみたいになってて数字が出るんじゃないかなって思いますね。あの操作方法難しいの嫌だから、簡単なやつがいいなって思ってるので、どうなんだろう、簡単だと思うよ。だってこんなパネルね、もうなんかごちゃごちゃしてないからいいよね、こんな風になってて。じゃあちょっと動かしてみようかな。電源を入れてみます。よいしょ。こんにちは。呼びかけは家畜さんとお願いします。なんか喋った。ちょっと待って。面白いかもしれない。家畜さん。はい。お読みですか？なんか声が可愛いんだけど。こんな感じでね、真上も向いたりします。これすごいんだよね。いろんな方向にね、首が回りますね。ここね、色もね、ピンクゴールドでね、おしゃれでしょ。でね、ここのね、パネルが、これ16度っていうのが風量で、で、こうやって切り替わるんだけど、これがね、温度ですね。でここ下が、湿度かな、 61% ですね。3秒長押しするとこれねイオンに切り替わったりとか。じゃあね後でね、またね。
かきくさん。はい、お料理ですか？電源切って。また会いましょう。はい、バイバイ。すごいね、これ便利だよ、うん、これね、買ってよかったと思ってる。これはステムちゃんですね。よかったよ。ここにね、アロマオイルをね、浸すことができるんだよね。もうすでにね、これ他のオイルをね、使ったりしておりました。今日はね、どうしようかな。今ね、こんだけね、持ってるんだけど、でね、私がね、今ね、気に入ってるのは、この辺のやつかな。これはね、経由かっていうのかな、これ1個ね1000円ぐらいなんだけど、すごくね匂いが持続するんだよね。でやっぱこれはね100均のやつで、アロマオイルなんだけど、これはあまり匂いが持続しなかった。でね、これはすごいいい匂いなの。コーヒーの匂いなんだけど、これはテムさんで300円ぐらいだったかな。これとね、これが同じ会社かな。これはね、ハッピーライフの方でも紹介したんだけど、こんなにたくさん入ってるね、アロマオイル。あ、じゃあアロマオイルじゃなくてエッセンシャルオイルね。でアロマオイルとエッセンシャルオイルまた違うからね。だから本当のあの精油っていうのはこちらのねエッセンシャルオイルなんだけど、やっぱり匂いが持続したいのでね、エッセンシャルオイルの方がいいかなと思っても、100均のはもう全然ダメ、うん、でした。だから今日はどういう香りに包まれて寝ようかな。やっぱりね、このベルガモットが一番いいかな、今のところは。まあその時の気分によっていろいろとあの匂いを変えてるんだけど、じゃあしようかな。ラベンダーかな今日は。これはもう日付もちゃんと書いてる。早くね、なるべく早めに使わないといけないからね。こんな感じで、それじゃあ寝ましょうかね。かきくさん。はい、お料理ですか？おやすみモード。はい、おやすみなさい。